どうも、ジエルです。ってことでね、新イベント、いちご一会な百鬼夜行が開催されております。今回のこのイベント、報酬メンバーの方に真冬ちゃんが入っているということでね、入手してキャラクターランク上げの儀式やっていこうと思います。今回ね、もしかしたら、あの激レアアイテムを入手できるかもしれないんでね、まあ、がっつり集めていこうと思います。まずは交換所の方を見ていきましょう。ってことで、交換所の方に、朝比奈真冬ちゃん来ております。今回の真冬ちゃん、イラストめちゃめちゃ、めちゃめちゃいいですね。宮城2年生の3人でね、一緒に休憩をしているみたいなシーンなんですけど、久しぶりにこんなキラキラしてる真冬ちゃんの表情を見た気がしますね。これが真冬ちゃんの表側なんですけど、修学旅行行けてよかったね、みたいなちょっと親目線みたいなね、話もあったりするんですが、特訓後がこちらと、はい、もうね、さっきの雰囲気から180度、温度差で風邪ひいちゃうんですけど、表情暗いし、後ろにね、なんていうのかな、あれ100名だっけなみたいな妖怪も佇んでいるし、という非常にコワコワなテイストとなっております。ではね、交換の方していきましょう。はい、ということで、交換しまして、育成の方もね、していきます。ということでね、育成の方サクサクしていきましょう。はい、スコアがね、まあ割と最近はちょっと余裕が出てきたところではあるんですけど、正直ね、上級とか使いたくないんで、初級をもっと集めたいところですね。そして特訓の方をしたいんですけど、特訓朝比奈真冬、はい、特訓していきます。こちら、あれ押せない、あ、あー、スキップしちゃった。まだ耐えです。まだ耐えてますよ。はい、こちらですね。はい、特訓後のイラストの真冬ちゃん。いや、怖え、これ。そして、レベルの方も上げまして、ここで一緒にスキルレベルも上げちゃいましょう。はい。レベルマックスで、スキルレベルは一気にかけらを使って、スキルレベルマックス到達と、はい。これでね、一気にポイント回収。さらに、サイドストーリーの方も読んでいくんですが、こちらね、利用規約上ちょっと読めないので、スキップさせてもらいます。ご了承ください。はい、そしてあとはマスターランク上げていきましょう。マスターランク、1個目上げて、2個目上げて、これマジで一括機能を来てほしいですね。3個目上げて、4個目上げて、そして5個目上げて、これで一応カンストで、あ、このままね、キャラクターランクもらいに行ってもいいんですけど、今日はもう一つ楽曲ショップの方でね、こちらアナザーボーカル真冬ちゃんの方に追加されております。はい、こちらも買っていきましょう。いやー、真冬ちゃんの方にソロ、いやー、いいですね。ぜひね、皆さんも自分で聞いてみてください。はい、ってことで、とりあえず今日回収できる分は回収していったはずなんで見ていきます。メンバーが2個、アナボが1個、アチーブメントが10個ということで、うわ、ギリギリ足りねえ、マジかー。とりあえずね、一旦回収します。ってことで、一括受け取り、はい。さあ、これで87になってからあと2個、マジかー。はい、とりあえずね、キャラクターランク、朝比奈真冬ちゃん、87到達でございます。さあ、困ったぞ。いや、なんであと2個かっていうと、こちらですね。もう自由なんだねっていう、朝比奈真冬ちゃん88スタンプの獲得がここなんですよ。いや、これ獲得したいな。ちょ、エリア会話が多分、イベントストーリーを読めばいけるはずなんですよ。はい。イベスト、あ、最後出てますね。ちょっとイベントストーリー一旦スキップで飛ばしてきます。はい、ということで、一旦メインストーリー全スキップでね、読んできて、エリア会話の方もね、解放してきました。いや、でもね、ちょっと待ってほしい。ジールさん、一応これまでのメインストーリー、イベントストーリー全読破勢なんで、また後日ね、改めて全部ちゃんと読もうと思います。では、キャラクターランクの方を上げていきましょう。あと1個足りなかった。マジか。あー、なるほど。あと1個足りないと。うん。もうこれは衣装を作るしかないですね。マスターランク解放させて衣装を作りましょう。現状ですね、真冬ちゃん衣装をジールさん作れる分全部作ってしまっているので、まあ、誰かのマスターランク上げて、マスターランク解放させて交換っていった感じですかね。で、2位5のね、メンバーのマスラン上げようと思ったんですけど、なんとですね、ジールさん2位5のメンバーの限定の髪型解放すべて終わっていたんですよね。まあ、せっかくなら限定の髪型解放しよう
かなと思ったんですけど、まあさすがにニーゴ以外のユニットにそんなたくさん使えるほどの余力はないので、ニーゴをメンバーにしようと思います。で今回ね、あげるキャラクターなんですけど、この編成ですね、エナなんだけマスラン貫突してないんですよ。でそんなエナなんですけど、このペイルカラーエナなんかですね、スキルがまあ一応 100% なので、このペイルカラーエナなんと変えてマスラン低くて変遷入れてなかったんですけど、マスランの方をねカンストさせていこうかなと思います。あ、別にカンストさせる必要はないんですけどね、カンストした方が気持ちいいじゃないかということで上げていきましょう。あー、思いの準決勝が消える音、気持ちいい。はい、ということでね、マスラン貫突です。即死で衣装ショップから真冬ちゃんの衣装を作っていくと、ペイルカラー衣装だから、どの辺だ、ペイルカラー衣装ってどれだ、あ、これですね。これのアナザー2と3を解放して、あれ、まだ足りない、あ、待って待って、あと2着作らないといけない。はい、ジュンブラのカナデちゃんもマスラン完走させようと思います。はは、今日だけでマスランが準決勝がなくなっていく、気持ちいい。よし、これでね衣装の方を作れますんで、はい、真冬ちゃんの衣装を開封して、これでようやくきっちりよ、あ、プロセカトップ層キープするのきついってばよ。はい、これで衣装数が足りるはず、あ、440着じゃあね、解放していきます。皆さん、いきますよ。はい、一括受け取り、これでキャラクターランクが88達成でございます。あー、長かった。あれ、受け取り、あれ、あ、よかったね。ちょっと一瞬固まったんですけども、キャラクターランクアップ報酬スタンプ真冬もう自由なんだね、獲得です、素晴らしい、ありがとうございます。さらにね、スタンプの方ももらえるということで、はい、ということで、私ね、ついに88スタンプ入手しました。88スタンプどこあった、もう自由なんだねということで、はい、これなかなかね入手してる人少ないかなと思います。ちょっとね、ジールさんがあと編集してる時に調べたのを多分乗っけてると、今乗っかってると思うんでね、まあどれだけ88がやばいか参考にしていただけると嬉しいです。ってことで今回は、かなりグダグダしてしまったんですけど、まふーちゃんのキャラクターランク上げて88スタンプ回収してきました。はい、まあ今後もまふーちゃんトップランカーとして頑張っていこうと思うので、皆さん応援ぜひよろしくお願いします。ではでは、今日の動画終わっていきましょう。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。